特にやっぱりアジアとかヨーロッパとかで分けると、やっぱりアジアの人の肌と体で作られたものっていうのはアジアの土壌で作られたものだと思うんですよね。その土地のものを使うのはいいと思いますし、さらにまあ言うたら自然のもの、それはもうバンコクどこでも通ずる面はあると思うので。요즘일본에서는화장품을직접만들어쓰는여성들이늘고있다. 주변에서손쉽게재료를구할수있고만드는방법이어렵지않기때문이다. 큰비용이들지않으면서도내피부에맞는화장품을만들수있다는점.그것이일본여성들의마음을사로잡았다.ロスとか言ったらもう自分で手に入るものですから、やっぱりそれはできるかなと思うんですけれどもね、かなと思うんですけど、でも今になってこの年になってみると、若い時からお手入れしておくともうちょっとシワとかシミとかないんじゃないかなと思うのは、随分。자연에서얻는녹차나콩비지로만든화장품이기에피부자극걱정도없다.スーパーとか市場とか、私野菜のパックを作ったりとか、あと本当にたまたまおばあちゃんの家の近所に有名なお豆腐屋さんがあるので、そこでサービスでおからをくれるんですよ。で、このおからっておいしく食べれる方法ないかなと思って調べてたら、いろんな美容効果があるということを知って、身近なものがこんなに美容効果があるんだっていうのを知って。自然のものということでとても関心を持ちました。